はい、タンタンです。今日はこちらもうハワイ買い付け品ですね。続々カマカ入荷しておりますけれども、次にご紹介しますのがこちらのホワイトラベルのソプラノモデル。ちょっと薄い色合いで、この辺のね木目が特徴的かなという感じですね、という印象ですね。でバッグの方はこういった雰囲気、非常に状態綺麗ですね。ネックの方の木目もなかなかちょっと変わった目の出てる板目ですかね、出てる木を使ってまして、でヘッドの方もねこんな感じでちょっと独特の木目の雰囲気かなと思います。でオールコアですね、指板もブリッジもコアのところのモデルになってまして、70年代中期ぐらいかなと思いますね。その頃のモデルになって、まあ非常にそれから考えると状態も綺麗な状態を保っているんじゃないかなと思いますね。で音の方がね結構これ太めというかすごくしっかりした感じの音ですね。雰囲気っていうよりも、まあ、どっちかというとこう一音一音がすごくしっかりして腰のある感じで、うん、全体に特にミドルの音なんかが、しっかりと出てくれる、そんな印象かなと思いますね。はい、こう軽快な感じ、もちろんね軽やかなところもあるんですけれども、これだけしっかりとボリューム感もあってしっかりとした音も出る感じだと、まあ、いろんな全体のポジションも非常にいろいろ使えると思いますし、演奏スタイルもいろいろな形で使えるんじゃないかなと思います。状態もねすごくいいですし、ガンガンこれからも使っていけるんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらがカマカのソプラノホワイトラベルのモデルですね。70年代中期ぐらいだと思います。こちらの方販売開始いたします。ちなみにこちらがですね、うちの管理番号の今回 5-3 ということにさせていただいておりますので、こちらの答え 5-3 のホワイトラベルと言っていただければ、こちらの方でも分かりますので、ぜひそちらお問い合わせの方をいただければと思います。それではタンタンでした。